以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだしちょっと休んでいきません？トゥビー、気が向いたらね。こちら 2B、 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。なんでしょうね、今の。そう。それにしても母に子供か。機械生命体が家族という組織を形成しているなんて驚きですね。連れ戻したら
お礼に脳回路を覗かせてもらえないかな。行き過ぎた探求心は悪趣味。冗談ですよ冗談。以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫はそうでしたね。歌姫？あれが？あとは森の国にもいるのですが。森の国？この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。
の写真の場所か。遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。場所、あの女性にお願いされた写真の場所じゃないですか。座標を記録しておきましょう。